はい、こんにちは、116インズです。さあ、いよいよこの時期がやってきましたね。今年の頂点を決めるワールドシリーズの対戦カードが決まりまして、エールを制したのは直近5年間でこれで3度目のワールドシリーズ出場、ヒューストンアストロズ。またかと言いたくなるくらい近年アストロズをよくワールドシリーズで目にしますが、まあ、それだけいつも勝ち上がってきていることの証明でもあります。対する NL を制したのはシーズン107勝を挙げたサンフランシスコジャイアンツでも、106勝した昨年のワールドチャンピオンのドジャースでもなく、 NL 東地区王者アトランタブレイブスがここまで上がってくるという波乱の結果となりましたが、日本時間27日水曜日から始まるワールドシリーズ、果たしてどんな展開となるのでしょうか。アストロズとブレイブスのプレーオフでの対戦は、アストロズがAL西地区に移ってきてからは今回が初めての対戦となりますが、アストロズがNL中地区にいた頃、まあ、今スライドに出ているロゴは今のものですが、その頃は結構対戦していまして、特に NLDS でめちゃくちゃ対戦していたイメージがあります。1997年の初対戦以降、実にこの2球団5回も対戦しているんですね。1997年、1999年、2001年はいずれもブレイブスがアストロズを圧倒するような結果となっていますが、2004年と2005年は2年続けてアストロズがブレイブスを下す結果となっています。この両球団の一番最後の対戦は2005年の NLDS 第4戦。この試合は実はそれなりに有名な試合となっておりまして、 MLB のポストシーズン記録となる延長18回、試合時間5時間50分の大熱戦の末、最後は延長10回から代走で途中出場したクリス・バークのサヨナラホームランで幕を閉じたとともに、アストロズの NLCS 進出が決まった試合なんですが、これ以来ということで、今回はワールドシリーズでの対戦ということになりましたが、一体どんなドラマが待っているのか、今回は両チームの個人的にワールドシリーズでポイントとなりそうと考えている点を簡単に見ていこうかと思っております。はい、まずは NL 王者ブレイブスから見ていきますが、まさかブレイブスがワールドシリーズまで駒を進めるなんて失礼ながら全く予想していませんでしたし、おそらく多くの方もジャイアンツ、ドジャースあたりのワールドシリーズ進出を予想していたと思いますので、このプレーオフでのブレイブスの戦いぶりに驚かれている方も多いのではないでしょうか。それもそのはずで、ブレイブスは NL 東地区を制してプレーオフに進出してきたものの、シーズン88勝はプレーオフ進出全チーム中最も少ない勝利数となっています。なんならAL にはブルージェイズやマリナーズといったブレイブスよりも勝利数が多いにもかかわらずプレーオフ行けなかったチームがあるくらいですから、 NL 東地区全体の勝利数があまり伸びなかったことにも、今年のブレイブスはかなり助けられた側面があるのは否定できないでしょう。今季のブレイブスはとにかく前半あらゆる不運に見舞われて、まずジョージア州の州法に MLB が反対の姿勢を取ったため、本来アトランタで開催されるはずだった今年のオールスターが剥奪され、そしてチームの戦力という意味でも打線の中軸を担うはずだったマーセル・オズーナが DV の容疑で逮捕され、そして7月にはロナルド・アクーニャ・ジュニアが前十字靭帯断裂の大怪我を負ってシーズン絶望。このほか今季復帰するはずだった先発投手のマイク・ソロカがアキレス腱を再度断裂してしまって復帰できなかったりと、とにかくついていなかった印象です。ただそんな苦しいチームの状況にあっても、コンテンダーの姿勢を崩すことはなく、トレードデッドラインでも穴を埋める補強に動いたところ、これが思いのほか成功し、地区首位を走っていたメッツが沈むとともにブレイブスが首位へと浮上。終わってみれば4年連続の地区優勝を達成し、そしてプレーオフに入ってからはチーム全体でプレーの質が格段に上がり、勢いに乗ってブルワーズ、ドジャースと下してワールドシリーズの舞台までたどり着きました。ブレイブスに関しては先ほども触れましたが、アクーニャやオズーナの離脱で生じた外野の穴を埋める形の補強がめちゃくちゃ効きましたよね。デッドライン前にエディ・ロザリオ、ジョック・ピーダーソン、ホルヘ・ソレア、アダム・デュバルを獲得し外野手を確保したブレイブスですが、全員後半戦ないしプレーオフでチームに大きな貢献をもたらした印象ですし、特に NLCS でのロザリオの活躍はドジャースを下す上でも大きかったですよね。ソレアにコロナ陽性反応が出てしまったので、代わりにロザリオが第4戦以外全て1番で起用されていましたが、ひたすら打ちまくって攻撃のリズムを作っていましたし、とにかく得点に絡んで、 NLCS の6試合でブレイブスは28得点を記録しましたが、このうちロザリオが絡んだ得点、ロザリオがホームを踏んだか、あるいはロザリオが返した得点が12点もあって、シリーズ中のブレイブスの得点の4割以上でロザリオが何らかの形で絡んでいたと、ドジャース相手に番狂わせできた大きな理由の一つと言ってもいいんじゃないでしょうかね。シリーズ中25打数14安打、打率は驚異の5割6分と、ドジャースは絶好調のロザリオ相手にどうすることもできなかった感じでしたよね。ワールドシリーズではアストロズ打線非常に強力ですから、ブレイブスもどれだけ攻撃面で対抗できるかは非常に重要になってきそうですし、ソレアの状態にも左右されそうですが、NLCS に続いて一番起用となる可能性があるロザリオがどれだけ打って塁に出られるか、もちろん彼を返すオルビースやフリーマン、ライリーも重要ではあるんですけれども、ロザリオを起点とした打線の出来はワールドシリーズでも鍵を握ってくるんじゃないでしょうか。
そしてブレーブスについてもう一点ポイントとなりそうなのがブルペンですかね。プレイオフも終盤になってきたので仕方がない側面はありますが、勝ち試合で使うリリーフの負荷がかなりかかってしまっている現状にあります。 AJ ミンターがプレイオフ10試合中5登板、ルーク・ジャクソンが8登板、タイラー・マツェックが9登板、そしてクローザーのウィル・スミスが7登板ということで、この4人に負荷が集中してしまっていると。 NLCS6 試合では全員4試合以上登板していますので、ワールドシリーズが6試合7試合までもつれた時に果たしてこのブルペンのスタミナが持つかは少々不安かなと。特にジャクソンに関してはすでにスタミナ切れの兆候が NLCS の段階で見え始めていますし、第6戦2点リードながらノーアウト2、3塁の状況からチームを救うスーパーリリーフを見せたマツェックもプレイオフほぼ全試合投げているような状態ですので、ブレイブスブルペンどうにかもう一シリーズ踏ん張ることができるでしょうか。 ALCS でアストロズと対戦したレッドソックスはブルペンがついに持ちこたえられず敗退してしまった印象があるだけに、ブレイブスも同じような展開となることだけは避けたいところ。ブルペンの負荷を少しでも軽減させるため、ワールドシリーズ中の先発が予想されるマックス・フリード、チャーリー・モートン、イアン・アンダーソン、この3人がどれだけ失点を抑えつつかつイニングを食えるかも合わせてポイントとなってきそうですね。はい、続いてはエール王者ヒューストン・アストロズ。アストロズに関しては正直今更話すことがそんなにないと言いましょうか。5年間で4回目の地区優勝を果たしプレーオフに進出すると、ホワイトソックス相手に3勝1敗、レッドソックス相手には一時シリーズリードは奪われましたが、第4戦の逆転勝利から完全に調子を取り戻し、3連勝で2年ぶりのリーグ優勝となりました。サイン盗みのスキャンダルが明るみになってから、その強さに常に疑念が生じるようになってしまったのが残念ではありますが、プレーオフでのアストロズの強さというのは、これはやはり否定できないというか、踏んできた場数の違いだったり、野球の緻密さといったところは随所に現れていると思いますし、強さ自体は本物のように思います。サイン盗みスキャンダルの余波はまだ続いていて、 ALDS 第3戦ホワイトソックス相手に敵地で大敗した後に、ホワイトソックスのリリーフであるライアン・テペラからアストロズの選手たちのスイングがアストロズのホームであるミニッツメイドパークと少し違う、まあ要するにホームでまだ何かやっているんじゃないかと示唆するようなコメント、現場レベルではアストロズに対するリスペクトは一部ではまだ失われたままということを表すようなこともありましたが、その次の試合で逆にアストロズが敵地でホワイトソックス相手に大勝して完全に黙らせたりと、やっぱりこのチーム好きにはなれないけど強いよなぁと感じざるを得ませんでした。というかやっぱり何度見ても打線のメンバーがおかしい。アルトゥーベ、ブレグマン、コレア、グリエルといった2017年のワールドシリーズからずっとプレイオフでの緊迫したゲームを経験しているメンバーたちが打線にどっしり座り、ここぞという場面では絶対打つんじゃないかというくらいの雰囲気もありますし、実際アルトゥーベなんかは ALCS 第4戦3連敗しそうな雰囲気の中で、そんなチームを救う同点弾をウィットロックから放ったということもありましたよね。さらにヨルダン・アルバレス、カイル・タッカーもちゃんとポストシーズンで結果を残しているんで、もうどうすればいいんだと。アルバレスに関しては ALCS の MVP ですからね。センターのジェイク・マイヤーズがワールドシリーズ中復帰できるか怪しいくらいで、その穴もチャズ・マコーミックあたりがちゃんと埋めていますので、正直アストロズ打線に穴という穴が見当たりません。普通にやればワールドシリーズでもアストロズ打線の活躍が光る場面は多そうですし、ブレイブスも今おそらくこの打線相手にダメージをいかに少なく済ませるか必死に考えていることでしょう。ただそんなアストロズにも不安な点自体はありまして、先発ですね。プレイオフ中アストロズが負けた試合ではいずれも先発が早々に試合序盤から大量失点してノックアウトされてしまっていて、またプレイオフ中の先発陣の防御率は 5.92。プレイオフでは対戦相手のレベルも高いですし、ピッチャーが少しでも悪ければどんどん変えていきますので、多少防御率が悪化するのはやむを得ないにしても、まあ良くはないと。またアストロズはランス・マカラーズ・ジュニアが怪我の影響で ALDS を最後に登板できていませんが、ワールドシリーズ中もおそらく復帰できないということで、マカラーズ・ジュニアのピッチングを除くとプレイオフ中のアストロズ先発陣の防御率 7.90。なかなかにこれでは厳しい印象ですよね。ブルペンがプレイオフ入ってから割と安定していますし、いざとなれば長いイニング投げることができるクリスチャン・ハビアもいますので、先発は6回7回と言わずとりあえず相手打線を2巡目くらいまである程度抑えることができれば十分勝ち試合に持ち込めるだけに、これくらいの役割はチームとして果たしてほしいところでしょうか。 ALCS の途中までマカラズジュニア以外の先発はそれすらもまともにできていない状況でしたが、第5戦でフランバーバルデスが8回1失点、第6戦はルイス・ガルシアが6回途中までノーヒッターと、徐々に先発陣も良くなってきたと思いますので、ワールドシリーズもこれを続けたいところですね。先発陣がアストロズの数少ない不安なポイントで、裏を返せばこれ以外の要素、トータルの戦力面だったり、プレイオフでの経験面だったり、こういったところはアストロズが上だと思いますし、またヒューストンで最大4試合できる点もアストロズにとっては追い風かと。
ブレーブスも勢いがありますので全部負けるということはおそらくないと思っていますが、まあ、4勝2敗くらいでアストロズが世界一となるのが私の予想ですが、皆さんはいかがでしょうか。一方で一点忘れてはいけないのが2年前のワールドシリーズ。この時はナショナルズが勝ち上がってきましたが、おそらく多くの人も同じようにアストロズ有利と考えていたと思います。ただ実際にはナショナルズが執念の投手起用を行い、粘りに粘った結果7試合の激闘の末ナショナルズが世界一となりましたよね。短期決戦では何が起こるか最後までわかりません。アストロズ有利だとは考えていますが、ブレイブスはすでにそんなシリーズを2度もひっくり返してここまで来ていますので、ブレイブスがいかに食らいついていくのかというところも楽しみにワールドシリーズ見たいなと思っております。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。